おはようございます。では、冬季講習3日目やっていきましょう。で、今回は英語の発音問題を12問やっていきます。で、問題内容としては、下線部、線が引いてあるものの発音が同じものには丸、違うものには×をつけていってください。では、一回ね、ここで動画を止めてチャレンジしてみましょう。じゃあ、自分の方はね、早速1番から問題解いていきますので、よろしくお願いします。じゃあ、いきますか。でですね、本編やる前に、これ今3日目なんですけど、今日はね、撮影してるのが初日を投稿した後に今撮影をしてて、思った以上にね、見てくださってありがとうございました。で、初日ね、ちゃんときっちりやりたかったんですけど、訂正があります。もうね、知ってる方もいると思うんですが、初日2個前の動画です。の英語のやつで、一番右下の問題に、shall we が答えなんですけど、shall we の文、一番最後、クエスチョンマークなんです。ハテナで終わんなきゃいけない。それを自分が書き間違ってピリオドになってます。すいません。shall we から始まったやつはクエスチョンマークで終わります。ので気をつけて覚えておいてください。ちなみに同じ意味の let's の方はピリオドで終わりますので、そこの区別もぜひね、ここで掴んでおいてください。ほんと申し訳ない。はい。では行きましょう。で、発音問題ですね。で、1番からやっていくんですが、まず1個目がシーズン。で、この下が teach です。で、中学校範囲。高校受験ね、の発音っていうのは、自分のイメージですけど、大体、違うよね、っていうのがほとんどです。センター試験、高校生がやるね。だから大学受験のセンター試験だと、かなり際どいのとか出されるんですけど、高校受験であれば、もう読み方をちゃんと知ってれば、違うっしょ。っていうのがほぼあるので、その辺をね、意識しながら、ちょっと引っ掛けも出てきますけどね、見ていってください。で、これは、カタカナでね、イメージするのが一番よくって、シーズンってシーって言ってるから、この部分ってカタカナで書くと E なのね。で、teach も teach。この下線部の部分は E になってるので、これ発音としては同じ。だから、ここに書こうか。これ丸です。同じです。1番に関しては。で、発音記号だと、ここはちょっと発音記号なし少しだけ入れていくんですけど、ここって、I。に、丸々だったり、逆三角のこういうマークだったりするんですけど、いいでしょ。だから、カタカナのいいでいいね。で、この三角マークとか、丸がちょんちょんってなってるのは、伸ばすっていうだって意味を持ってるので、これいいって言います。発音記号知っておくとね、新しい単語に出会った時に読み方わかりやすいんで、もしよかったらね、掴んでいってください。ちなみにシーズンは、季節。で、ティーチャー教えるって意味になります。で、今、両方とも EA だったでしょ。で、例えばこっち、2番、上が already なんですよ。already。で、下が、これ重要ですね。これ、taught って言います。taught。taught。で、カタカナで書くと、上が ready だから、えなんだよね。で、こっち、カタカナで無理やり書くと、こうなります。お。au だから、あとか、あうって読み間違えやすいんですけど、これ、taught って言います。すごくね、大事な、発音ではよく出されるので、覚えておいてください。でも、ready, えってこっちが o だから明らかに違うでしょ。だから、答えとしてはそんなに間違いにくい。読み方知ってればね。でもね、結構際どい字も出されやすいんで、この辺も掴んでいってください。で、この o の部分の発音、とうとね。これがね、c の反対を書くんですよ。今 o って伸ばしてるんで、三角マークがつくんですけど、この c の反対が o って発音です。カタカナで無理やり書くとですけど。これね、ぜひ覚えておいてください。こいつ結構引っ掛けて見るんで、みんながもしね、発音問題に見るときに、これが来たら、おうってやつかってわかると思うんで。いいかな。で、3番ですね。1、2、3だとこれが一番引っ掛けやすい。上はスクールです。スクール。で、下、読み方知ってればね、これチーズです。チーズ。食べるチーズね。だから、上は、クなんですよ。スクール。で、下が、無理やり書くとチね。チーズ。だからもう、くとちで明らかに違うから、答えは×になる。で、すごく大事なやつがこいつ CH です。今回は3番両方とも CH になってるんですが、こいつはですね、いろんな英単語に使われるんですけど、このくとち、ちの方はね、ちょっと正しくはちょっともうちょっと詳しく言わなきゃいけないところもあるんですけど、無理やりカタカナで書くとこの2パターン出てきます。いい。で、これは、引っ掛けで出されやすいので、ここは意識してください。CH って来ると、くかちです。基本的には。例えば、ちの方だと、チャンスとかもそう。チャンス。このクリスマス時期、チキン食べた方多いと思うんですけど、チキンの最初のちも CH から始まります。ちです。でも、スクールみたいに、くって発音するものもありますので、CH 要注意だと思っておいてください。では、4番ですね。
で、4番が、上がブロートです。ブロート。で、下がコートです。コート。これは、トートと同じ仲間です。両方とも。特に下がね。これ入ってるかな？大丈夫だね。これ、ブロート、コート。で、これ両方とも丸です。ちなみに、上のブロートは、ブリング。運ぶって単語の過去形過去分詞。で、下、コートは、キャッチ。掴むっていう単語の過去形過去分詞です。キャッチ、コート、コート。みたいな感じね。だから、この、トートとコートは全く同じ変化ですね。au、まあ、ght も入ってますけど。だからこれとこれがもし出たとしても両方発音丸です。ブロートとトートも同じ。だから発音記号を書くと、あの c の反対に三角マークになる。こういうね。いいかな。で、次です。次、上の単語がサマーです。で、下がラストです。ラスト。で、ここはね、引っ掛けられやすい。これ答え先書きましょう。これ×です。これ多分もしかしたら丸にした方いるかもしれない。で、発音記号いきましょう。上です。上が、みんなね、発音記号たまに見てみるといいです。この A みたいなやつよく言います。とんがったやつ。A の中の棒がないやつね。これ、発音としてはイメージね。あって覚えてください。あ。ちょっと弾ける感じです。あって。あーって伸ばすんじゃないの。あって発音する。で、こっちが、確かに、ラスト。っていう感じするんだけど、正しくは rust。ちょっと伸ばすんです。ちょっとだけね。rust。で、発音記号を書くと、あの、a と反対、この e が混ざった感じ。a じゃねえか。e と e の反対が混ざった感じか。これがちょっと伸ばす r なのね。そう。で、これは引っ掛けやすいです。いいかな。summer。summer じゃないんでね。summer と rust じゃなくて rust なの。ちょっと伸ばすの。rust っていう。で、こういう細かい違いも出てくるので、この辺も押さえておきましょう。まあ、実際みんながね、受験出てきた時は、おそらく自分みたいに、丸バツ全部つけろよっていうよりも、4つあって、正しいものを1個選びなさいとか、異なるものを1個選びなさいだから、もっとやりやすいです。受験本番はきっとね。でもせっかくね、今回統一考試でやらせてもらってるんで、ちょっと鬼畜な出し方してますけど、まあ、こんな感じでね、掴んでってください。では次。6番、先がマーチです。マーチ、3月ですね。で、書いとこう。同じ AR です。下も。ただ、下の発音は、ちょっと無理に書くと O だね。Warm です。Warm。で、まあこれはですね。まあ上のと似てるんですけど、これに R がくっつくんだよね。Warm。Warm って読みたくなるんですけど、Warm。これ Warm と言います。だからそれを知ってれば、こいつは×になる。今まで出た問題、すごく全体的にも大事です。よく出てくるんですけど、今んとこ出てきた中では、こいつが一番、出題されやすい。こいつは発音の常習犯。常習犯？常習犯おかしいね。よく出てきます。この子はね。では、7番いきましょう。次、上の読み方がアラウンドです。アラウンド。で、次がヤングです。ヤング。で、発音記号いきましょう。まずこっち、ヤング。若いですね。これはさっきのサマーと一緒です。弾けるあ。ヤングって感じ。ヤング。ヤングじゃないの。ヤングです。みんな見て、若いね。若いって意味です。で、上のアラウンドが、これは無理やり書くだったアウです。まあこれ発音記号としては、au って書くん両アウなんですけど、アラウンド。アウね。アラウンドです。だから、まあ、両方、あを使ってるんで、ちょっと引っかかりやすいって言ったら引っかかりやすいんですけど、まあ、アラウンドとヤングなので、これもバツです。答えとしてはね。で、8番です。次、書くって意味のライトです。ライト。で、次が、これ、ビルドです。ビルド。建てるです。建物。だから、ライト、あ、いいですよね。と、ビルドなんで、いいだけだから、なんかもうこれはね、読み方を知ってれば、バツですぐいけるかと思います。これちょっと長くなってない、急ぎましょうか、ごめん。で、次ですね。次が、この単語。まあ、これ、この ing ついてますけど、一応取ってもいいんですが、これ、walk と work の違いですね。これ、work ね。後で下に書いておきます。これ、work。で、下が後ろでした。下が first です。first。だから、両方とも、あっていう発音なので、発音としてはこれが正解になります。ワーキングとファーストね。で、舌が空いてるか。
まあよく出される、これはね、このウォームと同じぐらい出されやすいんですけど、この2つです。これがカタカナでごめんね、ワークです。こっちがで、こっちがウォークです。ウォーク、意味がこっち働くです。ワークで、ウォークの方が歩くです。意味としては働くと歩くね。で、よくこっちがさ A を使ってるから WA でワーって読めるんだよね。だからこっちがワークで、こっちが O だとウォーって読めるからウォークって勘違いするんですけど、逆です。勘違いしやすいものとね。で、ここはすごく狙われやすいので気をつけてください。いいかな。で、次です。で、次が、サマーちょっと被っちゃいましたけどね。ここサマーなんで、A の反対、あってやつですね。サマー。で、下はビジーですね。ビジー。まあ、無理やり書くならいいです。ビジー。だから、これは×になります。で、11番はですね、上の単語を読み方知ってるからっていう確認をしたかったので出しました。まあ、出したか選びました。いただいたやつからね。これ、ライって言います、発音。だから、アイですね。無理やり書くなら。ライです。で、意味は、嘘をつく。まあ、嘘って意味もあるんですけど、嘘をつくとか、横たわる。体をね、横たわるとか、いう風に使います。これは、ライです。で、下が、これ、ナイフです。ナイフ、フォークとナイフのナイフね。ナイフは、ここの K 発音しません。書くんだけど。で、これでナイフ。だから、両方、あ、いいなので、答えとしては正解になります。まあ、ぜひね、ライ覚えておいてください。読みにくいで結構出てきます。発音ではね。で、最後です。で、最後も、まあ、これちょっと間違いやすいところにはなるんですが、これ答えからいきましょう。これ、丸です。はい、青でしたね。ごめん。丸ですね。で、まず上の単語。メニーです。メニー。これ、たくさんのって意味。無理やり書くなら、A ですね。メニーです。で、下ですね。これ、say、言う。これです。say って単語の過去形過去分詞なんですけど、割と発音間違って覚えてる方いらっしゃるんですが、これ said です。said。だから、えなんです、これも。said とかじゃなくてね、said。だから、これ両方同じになります。いいかな。まあ、こんな感じで、ぜひね、掴んどいてください。で、今回ぜひね、ちょっとお願いしたいことがあって、まあ、中3生でも中3生じゃない方もいらっしゃると思うんですけど、中学校範囲でね、高校生見てくださってる方の中で高校範囲ちょっと入れると困ってしまうんですが、中学校範囲でこの発音とかよく出るよっていうのもしあれば、コメント欄に書いていただけるとありがたいです。今回ちょっといただいた教材から選ぶってことを縛りがあるので、自分で問題作れないんでね、もしいただいて、なんかいろいろあったらそれまとめて、後で違うところで動画してもいいかなとは思ってますので、よかったらコメント欄の方に書いてみてください。では、発音だけちょっと長くなってしまったんですが、今回は発音の12問やっていきました。では、今日もね、一日頑張っていきましょう。お疲れ様でした。